このコンテンツでは RX マイコンの DSP への応用について紹介します。最初に RX マイコンについて簡単に説明、次に RX マイコンによる DSP デモをご覧いただきます。RX は DSP アプリケーションに適した 32bit マイコンです。2個の 72bit アキュムレータ、FPU、DSP 機能命令など演算精度を維持し、効率よく DSP 演算を行うことができる特徴があります。では RX マイコンを DSP システムに応用するとどんなメリットがあるでしょうか。従来 DSP システムは少なくとも専用 DSP チップとマイコンの2チップで構成する必要がありました。 RX マイコンを使用するとこれをシングルチップで実現することができます。また RX には AD 変換やネットワークなどの機能を搭載した製品もあります。したがって DSP のみならずユーザーが必要とする機能を RX マイコンに集約し、システムの小型化や多機能化に貢献します。一般に専用チップによる DSP システムでは DSP コードのダウンロードが必要です。このため DSP を実行させるまでにダウンロード時間がかかります。一方 RX マイコンでは DSP コードは内蔵ROM に格納されていますから、起動後すぐに DSP を実行することができます。省電力モードへの移行も素早く行えるので、起動と休止を頻繁に繰り返す IoT デバイスにも適しています。具体的なアプリケーション例を見てみましょう。例えばヘルスケア、医療分野での人体のモニタリングには活動を阻害しない小型かつ軽量な IoT デバイスが求められます。産業分野での生産ラインへの故障診断システムでも小型であることが必要です。このようなシステムはセンサ素子からの信号を取り込むための AD 変換、取り込んだ信号を解析する DSP、 解析結果をネットワークに送信する通信などの機能で構成されます。 RX マイコンにこれらの機能を集約し、システムの小型化をご検討ください。このパートのまとめとして、シングルチップ化のメリットを列挙します。次に RX マイコンで DSP を行う事例として、 RX231 で FFT を行うデモシステムをご紹介します。 RX231 は高性能と低消費電力のバランスに優れた RX マイコンです。 CPU は最高 54MHz で動作し、 512KB のフラッシュメモリと 64KB の SRAM を搭載しています。デモシステムの概要を示します。 RX231 にはアナログ信号を直接入力します。 RX231 は入力された信号に FFT などの信号処理を行います。信号処理と同時にヒューマンマシンインターフェースの処理も行います。 LCD にはピーク周波数や振幅値を表示します。デモシステムの機能ブロック図を示します。アナログ信号入力、LCD 制御用のインターフェースは RX231 の機能を使用します。ソフトウェアは DSP、判断、制御ブロックで構成されています。デモシステムのシグナルフローを示します。入力信号の正規化、IIR フィルター処理、FFT 処理を順に行います。デモシステムは先に説明した LCD モジュールの他にヒューマンマシンインターフェースとしてルネサスの統合開発環境、 e スクエアスタジオのウェーブフォームレンダリング機能を使用します。ウェーブフォームレンダリング機能により RX231 に入力された信号の波形や FFT 処理の結果をグラフ表示させることができます。では実際にデモシステムを動作させてみましょう。 RX231 を搭載した評価ボード、ルネサススターターキット、e スクエアスタジオ、オシレータとオシロスコープを使用します。各機材はこの図のように接続されています。こちらは e スクエアスタジオのウィンドウです。ウィンドウ中段の波形は
ウェーブフォームレンダリング機能で表示しています。オシレータで RX231 に制限波を入力します。オシロスコープで RX231 への入力信号の波形を確認します。ウェーブフォームレンダリングのウィンドウです。 RX231 に入力したアナログ信号を波形として表示しています。今 100Hz の制限波を入力しています。このように入力する信号の周波数を変更するとウェーブフォームレンダリングの波形もリアルタイムに変化します。ウェーブフォームレンダリングを応用すると FFT 処理結果をグラフとして表示することもできます。これは入力したアナログ信号に FFT 処理を行い周波数振幅特性として表示したものです。横軸が周波数、縦軸が振幅に相当します。今 50Hz に相当する位置にピークが見られます。 RX231 はFFT 処理をリアルタイムに実行できます。このため入力する信号の周波数を変更するとピークもリアルタイムに変化します。 100Hz、 200Hz。 先に説明したように RX マイコンは DSP のみならず LCD 表示などヒューマンマシンインターフェースの機能もシングルチップで処理できます。 LCD には FFT 処理による信号解析結果、すなわちピーク周波数や振幅、信号判定結果などをリアルタイムに表示します。このように入力する信号の変化に応じピーク周波数、信号判定結果などがリアルタイムに変化します。ここまで RX231 で FFT 処理を行うデモをご覧いただきましたが、 DSP を応用した実際のシステムは様々です。例えばサンプリング周波数や演算精度、処理する信号の数により DSP に要する CPU 負荷やメモリ容量は異なります。またアプリケーションにより必要となる周辺機能も異なります。 RX マイコンは RX231 が属する RX200 シリーズ以外にも性能と機能を高めた RX600 シリーズ、フラッグシップの RX700 シリーズ、モーターおよび電源の制御に特化した RX T シリーズもご用意しています。アプリケーションの仕様に合わせて最適な製品をご選択ください。ルネサスのウェブサイトには RX ファミリー用 DSP ライブラリのページがありますので、ぜひご覧ください。 DSP ライブラリや FFT のサンプルプログラムなど DSP アプリケーション開発に有効なコンテンツを無償で使用できます。 RX ファミリー用 DSP ライブラリで検索。